J リーグ川崎フロンターレ中村健吾選手32歳。最大の武器はゴールにつながる必殺スルーパス。まるで針に糸を通すように研ぎ澄まされた精度、芸術的なパスでゴールを演出する彼はチームには欠かせない存在です。その高い技術が認められ、2006年から5年連続でベストイレブンにも選ばれた、まさに J リーグの顔。さらに日本代表としても活躍。南アフリカワールドカップでは日本を決勝トーナメントに進出させる快挙を成し遂げました。しかしそんな彼にも意外な過去がありました。もう本当にまあ正直サッカー面白くねえなって思っちゃうぐらい、まあ今まで自分がスルスル抜けてたのが全く抜けなくなって、何やっても取られるし、もう本当に嫌だったんですけど、自分はちっちゃいことも体も弱いし。チームの誰よりも小さかった原石時代、少年は諦めませんでした。身長が低いことをバネに努力を重ね、夢を手繰り寄せたのです。眩しいプレーで多くのファンを魅了、日本を代表する選手となった中村健吾選手。小さな原石が輝きを放つまでの成長ストーリー。アスリートの奇跡。今年2月、川崎フロンターレの練習場には J リーグの開幕に備えトレーニングに励む中村健吾選手の姿がありました。今年でプロ11年目、今やチームの中で上から3番目の年齢となったベテラン選手。そんな今でもさらなる高みを目指しています。まあ、33になりますけど、まだまだ上手くなれるなっていうふうに正直思ってるし、なんかもう割と比べて劣ってることっていうのはないと思ってるんで、あとは自分次第だと思ってるんで、もう本当に磨きをかけたいなと。もっともっと上手くなりたいです。今や日本を代表する選手となった中村健吾選手。しかし原石時代、彼は小さく華奢な少年でした。中学校に入った時は身長136センチ、高校に進学しても154センチ。体格のハンディを補うためひたすら技術を磨きます。東京都小平市、都心部のベッドタウンとして知られる町。ここが中村健吾選手のふるさとです。1980年10月31日生まれ。中村家待望の男の子ということで、みんなから可愛がられて育ちました。サッカーと出会ったのは小学校1年生の時。仲のいい友達に誘われ、一緒に付録サッカークラブに入団します。付録やっぱ東京でもすごい強かったですし、楽しみながら勝つっていう簡単なより難しいことを結構なレベルでできてたチームだったんですよね。だからってこうなんかあれやれこれやれって言われて、なんかこうがんじがらみして勝つためだけにやってるサッカーはしてなかったし、すごい子供たちの自主性というか子供たちの個性をこう生かすようなサッカー、サッカー嫌いにならなかったし、楽しみながら勝てるっていう本当最高な環境だったので、良かったと思います。ここが中村健吾選手がサッカーを始めた付録サッカークラブ。創立39年目、全国大会ベスト4の実績もある名門です。これまで多くのプロ選手を輩出したこのチームには、あのなでしこジャパン、
澤穂希選手も所属していました。中村健吾選手がここで夢を追いかけたように、今も原石たちが必死でボールを追いかけています。そんな彼らにとって日本代表でもある先輩は憧れの存在です。将来はみんなどういう風になりたいんですか。皆さん健吾みたいに視野が広くて縦パスがすごい、相手が来たらプロに行きたいです。自慢できますね、世間のみんなに。やっぱりでも嬉しいでしょ。やっぱり嬉しい、超嬉しい。サッカーが大好きだった健吾少年、クラブがない時は一人でボールを壁に当て練習。跳ね返ってくるボールをトラップして蹴る、これをひたすら続け、足元の正確性を身につけていきました。地道な努力が実り、東京都代表として全国大会に出場。6年生を押しのけ、5年生ながらレギュラーとしてプレーします。これが当時の映像。背番号6、ひときわ小さな少年が中村健吾選手です。身長は130センチ半ば、誰よりも小柄でしたが、技術は誰にも負けませんでした。そしてどんな大きな相手にもひるまず立ち向かう闘争心、チームをベスト16へと導く原動力となっていました。6年生ではキャプテンとしてプレー。当時のポジションはフォワードで、1試合 4、5点取ることも珍しくなかったといいます。まさに彼中心のチームでした。小学生の時は何でもできたというか、シュートも打ってたし、パスも出したし、ドリブルもできたし、一番うまかったんですよ、サッカー。自分の人生の中で自分の身長が低いことがコンプレックスではなかったんでね、むしろ素晴らしが大きいやつなんかを出し抜こうみたいな、まあ、それ今でも変わらないんですけど、スピードで出し抜いてやろうみたいなところがすごいあって、割と自信があった子だったんで、結構チームメートにも悪い言葉をかけたりとかもしてたし、結構自己中心的な人間だったので、ただ点は取ってたし勝たせてたから、結構そういうところで、まあ、結果でこうチームメートをなんか抑え込むじゃないけど、そういう本当に今思えば恥ずかしいような、はい、その小学生でしたね。そんな健吾少年にサッカーの基礎を叩き込んだ高山コーチ、技術の高さは誰の目から見ても明らか。当時の恩師がその印象を語ってくれました。試合に負けると泣いちゃったりとかですね、ありましたよね、はい、地面の、砂を握りしめてパッと、ね、悔しいから叩きつけたりとか、あるいは地面の土をパッと蹴ったりとかね、というのはありましたけども、でもまあそういうのが、そういう気持ちがないとね、また次に立ち向かっていくときにうまくいかないんじゃないですかね。であと彼のプレーで面白いのは、背が小さいじゃないですか、ヘディング頑張るんですよ、すごくヘディングも負けないんですよ。そういった面では背が小さいから大きいからというの関係なく、空間のボールでもやっぱり果敢に当たれるというのはすごかったです。身長の低さを高い技術と強い精神力でカバー、夢はプロのサッカー選手。しかし中学に入ると転機が。待っていたのは大きな挫折でした。Jリーグ川崎フロンターレのキャプテン中村健吾選手、代名詞となっているのがこの必殺スルーパス。チームを操るミッドフィルダーとして活躍しています。そんな彼の原石時代は輝きに満ちていました。5年生で全国大会に出場、
6年生の時にはフォワードとしてゴールを量産する頼れるキャプテンでした。しかし中学校に入ると背の低さから大きな壁にぶつかったのです。まあ、自分の背はあんまり伸びずにスピードも伸びずに、ただ周りの同級生と先輩たちはみんなどんどん大きくなって足も速くなっていく中で、まあ今まで自分がスルスル抜けてたのが全く抜けなくなって、何やっても取られるし、まあ本当にまあ正直サッカー面白くねえなって思っちゃうぐらい中学生の最初の頃なんていうのはあったんですけど。ここは中村健吾選手が通った小金井第二中学校。入学時の身長は136センチ。周りは一気に大きくなる年頃、それまでフォワードとして楽々ゴールを決めていたはずが、大きな選手に倒されるようになったのです。大好きだったサッカーがつまらなくなりました。そこで考え抜いた末、一つの答えにたどり着きます。で、中盤ですよ、ミッドフィルダーになりましたよね。もう完全に頭の中も自分がパスを出して得点させるっていうことに喜びを見出す人間に変わってしまったので、もうゴール前で勝負できないもう子供になってしまったので、中学生の時点で。でそれまではもう何点でも取れてたのに、なんかすごく、まあ、残念なんですけど、もうこの世界生き抜くにはもうしょうがないと。自分をマークしてる相手のやっぱ目線を見たりとか、あ、もうボール持ってる人と自分と、その自分をマークしてる選手だ、そのマークしてる選手の目の前でちょろちょろしてても入った瞬間ガツンってやられるんで、じゃあ一回背中に隠れてから出るとか、こうそのマークしてる選手がボールを持ってる選手に目がいった瞬間にスッて動くとか、なんかずっと観察をしながら、人の観察をしながら、いろんな選手いたんで、まあ、テレビでもそうだし、どうやってもらってるのかなっていうのを研究するようになって。背が低くてもサッカーで生き抜くための答え、それはゴールを決めるフォワードからゴールにつなげるパスを出すミッドフィルダーへの転身でした。それは今にも通じるプレースタイル。ボールを受ける際、マークする相手の視線を見て、体の大きい選手と接触しないポジションに動く。そしてフリーでボールを受け、鋭いパスを入れてゴールをアシスト。彼の武器、スルーパスの原点は中学時代に培われたのです。高校はサッカーの強豪、都立久留米高校へ進学。3年生の時はキャプテンとして都大会ベスト4。ミッドフィルダーとしての才能が輝き始めました。しかしプロになれるほどの実力はなく、夢の実現は大学サッカーへと持ち越されました。東京都八王子市にある中央大学、ここで中村健吾選手は新たなサッカー人生を歩むことになります。大学のそのレベルっていうのは1年生入った時も差を最初はすごく感じて、すごいとんでもないところに来てしまったなっていうのは正直あって、子供の時からプロサッカー選手にはなりたかったんです。夢はそうだし、だけど途中からもうなれないと思う、なれないというかもう無理だろうなと思いながら、大学までなんとかこぎつけて、その、のきっかけをつかむところまで行ったんで、もうこのきっかけだけは死んでも話したくないっていう必死でしたね。だから、大学サッカー界屈指の名門、中央大学サッカー部。そこにはサッカーの有名高校で結果を残した選手たちが全国から集結。皆高い技術と志を持った選手たちばかりです。中村健吾選手の後を追うようにプロを目指し、毎日汗を流す後輩たち。今年も中央大学からは5人の J リーガーが誕生しました。
そんな環境の中で中村健吾選手は2年生からレギュラーとしてプレー。プロへの思いを後押ししたのは中大サッカー部から夢をつかんだ先輩の存在でした。2個上の宮澤先輩、今大分トレーニングでやってるんですけど、先輩が卒業するときに、大学っていうのは、自分次第で何とでもなる、もう本当自分を律しないとダメだぞっていうふうに言われたんですね。で、本当実際そういうふうに宮澤さんはやってプロに行ったので、やっぱ自分もそうしたいっていうのはすごくあったし、本当に憧れてた、目標にしてた選手でもあったので、すごく響きましたね。一体どんな学生生活を送っていたのでしょうか。4年間過ごした大学の寮を取材させてもらいました。一部屋の広さは9畳程度、これで4人部屋です。プライベートな空間はそれぞれのベッドルームのみ。ここで好きなテレビを見たり音楽を聴いたりしています。各学年1人ずつ4人での共同生活、ここで勉強もします。これ勉強机も一応区切られてはいる。一応これが勉強机です。これ勉強机って言ってたから中村健吾選手もこの部屋で寝起きを共にした仲間たちと同じ夢を志しました。寮に入ってそういう下働きをしながら勉強もし、学校に行って勉強して洗濯掃除全部やりましたね。お母さんみたいなことしましたね、部屋の。だから洗濯の畳み方とかも覚えましたね、そこで。今でも自信ありますけど、繰り返される伝統、汚れた練習着を洗うのは下級生の仕事。この日は2年生の尾形くんが普段の洗濯の仕方を教えてくれました。実家の時で洗濯とかってやってました？全部親にやってもらってたんで、やっぱり親のありがたみが分かるっていうお母さん大変だったんだなって思います。そんなに入れて大丈夫？はい、いつもこんな感じですもうこんな感じですね、いつも。さず回せばいいかなっていう感じですね育ち盛りの男子とあって食べ盛り。寮のご飯だけでは物足りず、おのおの食事を持ち寄りお腹を満たします。食事はもう外で食べない？そうですね、金ないんで基本的にここで済ませようかなと思って。さらにこんな食事をする選手も。炒めるだけです冷凍食品を直接フライパンで調理。お皿はないのでフライパンからそのまま食べます。このまま熱々のまま、どう？カメラ向かってきて。いや、ちょっとまだ冷凍夢を追う選手たちにとってこの寮はかけがえのない場所。中村健吾選手はここで上下関係を学び、社会性を身につけプロを目指していきました。しかし大学3年生の時、彼に試練が訪れます。中大サッカー部史上初となる関東大学2部リーグへ降格。スカウトの目がつきにくい2部でのプレーを余儀なくされます。それでもプロになることを信じ続けた彼は4年生でキャプテンに就任。残された大学生活はあと1年。その目に迷いはありませんでした。当時コーチだった佐藤さんに進路についてある誓いを立てたのです。3年の終わりぐらいから就職をどうするか、卒業後何になりたいのかっていう面談を
こう何回かやるんですけども、その中でもう春先からも天狗については就職活動はいたしないと、サッカーでプロ選手になりたいと。なので今のまあ、その時2部リーグという関東大学の2部リーグだったので、そこをまず一部に上げることと、その中で自分はサッカーで、人生を進みたいという話はしてました。たとえプレーの場が2部リーグであろうと揺らぐことのないプロへの強い思い。これは当時の映像です。キャプテンとして名門復活へ、固い決意のもとチームを牽引。自身のテクニックにも磨きをかけていきました。そして有言実行を果たします。もう本当に日本のサッカーに貢献したいなっていう最終的なところはありますね、はい、小柄な体格というハンディを埋めるため、子供の頃から絶えず考え努力を重ね、今の輝きを手にした中村健吾選手。未来の原石たちへメッセージです。背の低さから自らのプレースタイルを変えることを決断した中学時代、大きな壁を乗り越え現在の武器スルーパスを手に入れました。そして日本を代表する選手へと成長。そんな彼が原石たちに送る言葉とは。はい、無理だとか俺にはもうできないとか思った瞬間に本当にダメになる。俺多分思ったことないんですよ。あと自分に限界を作らないっていうのは、まあ、まだまだ自分ももっと上手くなるだろうし、その気持ちを持てば全然そういう 方法論というか何とでもなると思ってるんで、まあ、本当にだからもう若ければ若いほど可能性なんか無限大なんで、諦め早い気がするんですよ最近の子は。なんかだから粘れっていう感じですよね。もっともっと自分にがむしゃらになってほしいですね。